ファン、スタッフ、同業者、先輩後輩、空港ですれ違う人にさえ、すべての人がかっこいいと思ってくれる、そんな自分自身であるために、やらなきゃいけないことがたくさんある。それを毎日しっかり意識してやっていれば、新たなファンが必ずできる。アーティストであろうが、会社員、学生であろうが、どんな人でも誰かのファンになるときは、たまらなくその人をかっこいいなと思うとき、年齢、性別、上下関係、全く関係ない。ライフスタイルそのもので、この人やばいな、と思わせろ。今、ここがお前のステージなんだ。ショーやステージとは、作られて上がるものじゃない。己の立つその場がステージとなり、そのステージに立つ者の輝きが強ければ強いほど、その人の人生そのものが、誰もが見続けたい最高のショーとなる。だからこそ僕は、死ぬまでステージの上で、ガクトであり続ける。次はお前だ。最後は、ガクト、やっぱやべえわ、と、己に対し笑って死にたい。